くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。未亡人エルフの金森さん。タイトルが読んでみたいと思えるような、タイトルが非常によくできた漫画。はじめに、おまんじゅうは恋愛ものというジャンルが得意ではありません。それを踏まえた上で解説します。この漫画がモンゲー好きな人はごめんなさいって意図なのぜ。シナリオはエルフとか獣人といった、ファンタジー種族が普通に存在する F の現代ジパングが舞台。ここで、前の旦那と別れてロスしていた、500歳のエルフを口説いた初他の主人公、10年後にマイルドヤンキーになった主人公の高校生と、500歳のエルフの未亡人との恋愛という、性癖が歪みまくっている部分がモルトベーネな作品。作画がお上手で、普通にすげえなこの作家の性癖と思える部分はやたら500歳マウントを取りたがる感じとか、隠しきれない加齢臭が素晴らしい作品。どう表現したらいいかわからないけど、とにかく読むと、うわ、すげえなおいって感じになる。ババアつささの表現が非常にお上手な作品なので、この漫画を読んでて、前にだらけってバラエティ番組で、AV 男優が出演した回があって、その時に AV 男優が一番きつかった仕事って何ぬねの?って質問に対して、90歳かなんかのおばあちゃんとの情事が一番きつかったって話をしてて、この漫画を読んでいたらそれを何度も思い出したので、そんな感じのマジでごいすうな、奇才な作品。いや、本当にすごいんですよこの漫画。性癖が歪んでいるなって感じというか、本当にすごいんです。外見は美人に描かれているし、アメちゃん舐めるみたいなことを言わない。だけどなぜか溢れ出る加齢臭がパないのぜ。イセブレイ世界チート無双オレツ AK イキリ転生者にかませ犬にされ続けたエリート騎士、ジョーグレル、ナロー系のテンプレをしっかり茶化して、ギャグ漫画として仕上げている部分がモルトベーネな作品。シナリオは異世界で真面目くんとしてエリート騎士をしていたイケメソ、貧困法制の騎士が主人公。ここに異世界転生してきたチート持ちが現れて、何の努力もしないし、運よくチートをもらったエンチェたちが、チートで調子乗る感じの、あれ、俺なんかまたやっちゃいました？のうざさや描き方がベネな作品。この漫画はめちゃくちゃ頑張って努力して、すんげー頑張って、貧困法制で努力してっていう主人公の聖騎士が、何の努力もしてないしする予定もない陰キャがチートの力だけで、すんげー頑張った聖騎士の人生を踏みにじるって感じの、すげー面白い漫画なのぜ。とにかくこの漫画はおっしゃる通りって感じで、何の努力もしていないけど、チヤホヤされたいっていう陰キャに徹底的に優しい世界に作られていて、逆に主人公の努力しまくって実績のある聖騎士に対して、徹底的に辛辣に書かれていて文芸面白い作品なのぜ。そんな感じでチートもらって全能感に蝕まれたイキリたちから、ボコボコにされてグレるというタイトル通りの作品なのだが、チート持ちに対する評価や発言が辛辣で面白い。例えば、異世界転生した奴は一切努力などせず、ただただチートもらってなぜかチヤホヤされる奴らですとか、モブの女たちが、異世界転生してきたというだけで無条件に好きになるという感じのネタの差し込み方とか、ナロー系のテンプレを逆手に取ったギャグシナリオが面白い。内容は一通りのかませ犬ムーブをされてグレた後に現実世界に転移。こいつが、異世界転生させようとやってくるトラックをボコボコにしたりと、トラックに対する殺意が全開だったり、やっていることは人助けなのだが、支援が多分に含まれているためただのやからとかしている部分も面白いし、昔のチャンピオンとかマガジンっぽい感じの作画がフッとしてる。努力なんて微塵もしたくないけど、チートもらって楽して俺推移したい、ハーレムしたいって陰キャのためにひたすらおせっかいをするという感じのギャグ漫画であり、僕以外全員転生者かよと同じ感じのナロー系のテンプレを逆手に取ったギャグ漫画として超絶おすすめ。おまんじゅう的にはこの漫画はアニメ化してほしい。すっげー面白い漫画なのぜ。この漫画がアニメ化するかどうかで言うと、可能性はなくはないって感じかな。アニメ化するやつって読めば、あ、これアニメ化するわって大体わかるのぜ。僕以外全員転生者かよ、ギャグ漫画としてくっそ面白い作品であり、聖騎士がグレる作品とは別のテイストで面白い。あっちは辛辣な感じのギャグをたしなむ漫画だとしたら、こっちはほのぼのな感じでたしなむ漫画なのぜ。あんこが疲れてトゲトゲしている人には、トゲがほぼないのでこっちの方がおすすめ。この作品は3巻で完結するちょうど良い作品なのぜ。この手のギャグ漫画とかって、10巻とかもギャグだったりネタを生み出し続けれるわけじゃないから、ネタ切れになる前にいい感じで終わるといいんじゃないかなって思うよ。この漫画も3巻あたりは勢いが失速しちゃうから、3巻で終わる感じがちょうど良いのぜ。内容は冒険者を目指して上京してきた男が主人公。こいつが道行く先で、異世界転生してきた勇者に出会って、異世界転生してきた賢者に出会って、異世界転生してきた悪役霊嬢に出会って、
って、パーリーを組むというめちゃくちゃな漫画、褒めているのぜ。全員、東京出身じゃなくて千葉とか神奈川といった出身で、ご当地ネタというか、その辺に住んでいる人からすると、ニヤッとする感じのネタがあるし、いわゆるナロー系のテンプレをギャグにするという感じの使い方が面白いし、この異世界転生者たちがもらったチートの内容を知ったら、はいはい、この漫画はそういう漫画ね、と示唆してくれるところも親切だし面白い。最近読んだギャグ漫画の中では群を抜いて面白い。さすがにこのネタで、しかもギャグ漫画というので、3巻以上引っ張るのは薄味のカルピスになる可能性が高いし、この手のギャグ漫画はネタ切れになるかもしれない。3巻くらいで終わるくらいがちょうど良い。俺だけ確定レアドロップだった剣スライムすら倒せない無能と罵られ追放されたけど、初めて倒した1匹から今日武器落ちました。たまにこういう漫画が連載されたりするから評価に困る。そういった作品。まず、この漫画が極めて面白くないわけじゃなく、電車内の暇つぶしにちょうど良い品質の中の中のような作品である。問題はこの漫画を基準にした場合に、連載される作品と連載されない作品、打ち切りになった作品の比較や違いが全くわからなくなるという感じの部分。うちらおまんじゅうの価値観が全てではないし、面白いってのは千差万別なので、あくまでもうちらが混乱する感じの作品なので、この漫画よりも面白くて打ち切りになった作品は星の数ほどあるので、そしてこの漫画よりも面白くないのに長期連載されている作品は星の数ほどあるので、決して面白くないというわけじゃないです。シナリオはほぼ確実にレアドロップするというチート持ちの主人公が、テンプレよろしく、クズパーリーから放逐された後に義理の妹と一緒に俺つえいを始めるというテンプレ。何が凄まじいかというと、異世界転生ものじゃないし、別に何でもかんでも異世界転生させる必要はないので、主人公は攻撃力ゼロです、でもアタッカーです。片や義理の妹は防御力ゼロです、でもタンクです、という感じとか凄まじいし、主人公を放逐するカマセイヌも何の印象も残さない空気のような、ここは始まりの街ですって感じの薄味のカルピスって感じだし、とにかく凄まじい薄味のカルピス、ものすっごい薄味のカルピスという、ナロー系のテンプレ通りに作れば大抵は作れるんじゃないのかというシナリオで、これをコミカライズさせようと思った部分や、コミカライズまで持っていった、まさしくタイトル通りに運がすごい作品。決して面白くないわけじゃないのぜ。ナロー系が認知される前なら十分アニメ化狙える作品だし、電車内の暇つぶしクオリティなのぜ。魔女と傭兵、シナリオが新鮮で面白い、アニメ化狙える作品。内容は中世ヨーロッパよろしく魔法が使える女は魔女で、危険なのでぶっ殺そうぜというまんま魔法が存在する中世のような世界。その世界で傭兵をして暮らしているガッツのような男が主人公の一人。こいつがたまたま、傭兵仕事として魔女狩りに参加したら、なんやかんやあって、ガチで魔法が使える魔女とエンカウント。その後なんやかんやあった後に、このメインヒロインの魔女の護衛をすることになる。魔女ってレッテルを貼られたら、火炙りにされるという感じの、カソリックみたいなのが一番輝いていた時代であり、補足すると、魔女狩りってのはカソリックが腐敗しまくって、プロテスタントって宗教の分派が出てきたあたりに、プロテスタントだったりユダヤ宗教許せん。ってことでカソリック以外の異端を信仰する女は全員魔女だ。ってことでぶっ殺そうぜって感じの、カソリックが最も輝いていた背景から生まれたのぜ。他にもいろいろ背景がありますし極論ですが、ちなみに2000年のカソリックって一神教の中では非常に穏健派なんだけど、某宗教なんか異教徒は殺せ、ってあれな本に書かれているストロングな宗教があったりします。カソリックが異端に寛容なのは腐敗しまくってめちゃくちゃやらかしまくったからなのぜ。オーストラリアがとても動物にあれな社会なのは、過去に多様な生物を虐殺しまくった反動みたいなところがあります。まあそんな感じで中世ヨーロッパから脱出して安息の地を求めて旅に出て、まあ大陸に渡ったらそこは剣と魔法、獣人、冒険者といった異世界ファンタジー大陸だったというシナリオ。この中世ヨーロッパっぽい世界からモンスターが存在する異世界ファンタジーの大陸に行くというシナリオがクッソ斬新であり、前半は魔女狩りに疲れた魔女と護衛の死地に向かう逃避行を描いたデスペラードな暗い作品なのかなと思ったら、全然そんな感じではなく、極めてごく少数の魔女しか魔法が使えなかったナーロッパとは違い、まあ、大陸では普通にほとんど誰もが魔法使える。ある意味漫画の中で中世ヨーロッパの傭兵と魔女が異世界転移するという感じの発想が凄まじくよくできた漫画であり、魔女はまあ大陸で非常に楽しく冒険者を始めるという感じが斬新で面白い。魔女だけが唯一魔法を使えるというほぼ中世ヨーロッパっぽい、モンスターも一切存在しない世界から、海を渡るとそこはもうモンスターと魔法と獣人が存在するファンタジー世界だったという疑似異世界転生って発想が素晴らしいので。重箱の隅をつつく発言だけど、
モンスターが存在する異世界ファンタジーの世界で、モンスターがいて、海すらまともに渡れないような文明度なのに、ガラスにガラス容器にアイスクリームが存在するという部分がナーロッパって感じ。あと、なんでお互いに交流がないように見えるのに、通貨が換金できるのぜ？ガラス容器はガラスという製品が生まれて、何百年も技術が発展しないと生成できない極めて高度な工芸品だし、例えば、クリアな窓ガラスとかあるじゃないですか。均一に大きなガラスを生成するって、ガチで本当に大変な技術であって、それができないからガラス時代の前半は、溶かしたガラスを垂らしてなんとか薄く作る努力をしてたりしてました。ガラス文明初期の時代は丸いガラスをはめ込みして大きいガラスを作ってたりしたのぜ。そんな感じの重箱の隅を用事でほじくる発言でした。漫画はくっそ面白いし、ある程度関数が溜まったら多分アニメ化するのぜ。超絶おすすめ。